皆さんこんばんは、今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、今日はですね昼から、天気予報通り雨が降りましたね。どん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 空気が冷たくなっていくっていうね、風も強いのでね、皆さんのところはどうでしょうか。ここ、関東はですね、なんか朝方まで、雨が降るっていう予報なんですけども、昨日まで暖かかったので、ぜひ皆さん寝るときね、体冷やして風邪ひかないように。はい、それでは今日の一曲なんですけども、今日ですね朝起きたらですね、ツイッターのトレンドにザードって上がってまして、よくよく調べたらですね、なんとザードのね、揺れる想いっていう名曲ですね、がですね、リリースされた日ということで、30年前、1993年の5月19日、リリースされたみたいです。はい、それでは今日はですね、ザードの揺れる想い、歌ってみたいと思います。以前一度ね歌ってるんですけども、ティーボラン風に、歌ってたので、今回はですね、ちょっとね今回はちょっとですね、ザードっぽい感じで歌ってみようかなと思います。それではやってみましょう。ザード揺れる想い。揺れる想い、体中感じて、君と歩き続けたい。 In your dream。 懐かしい伸び足で近づくよ。きらめく波が砂浜潤して、こだわってた周りを全て捨てて、今あなたに決めたの、こんな自分に会う人はもういないと半分諦めてた。このままずっとそばにいたい。青く澄んだあの空のような、君と歩き続けたい。合図を送る瞳の奥、覗いてみるふりしてキスをした。全てを見せるのが怖いから、優しさから逃げてたの。確かね、こんなに自分が変わってくなんて。揺れる想い、体中感じて、このままずっとそばにいた。季節が来てもときめき抱きしめていたい。 In my dream。 揺れる想い、体中感じて、このままずっとそばにいたい。青く澄んだあの空のような、君と歩き
続けたい。In your dream。 はい、ありがとうございます。いいですね、やっぱりザードね、懐かしいですね。もうほんとね、当時はもうそのビーイングっていうね、レコード会社のね、アーティストがね、もう売れに売れまくった、そんな時代ですね。1993年、僕は18歳、もうね車買ったばっかりでね、免許取り立てで、夜中友達とね、ドライブ行ったり、肝試ししたりと、怖いもの何もないっていうね、そんな年頃だった感じがします。はい、懐かしいですね。まあ、今回ですね、歌うためにですね、動画を見たんですけど、やっぱり可愛いですね、坂井泉ちゃんね。そして何とも言えない艶のある声、もう本当にね、声だけでも引き込まれる感じがしますね。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。昨日はですね、おいらちゃんさんのね誕生日ということで、オリジナルソングハッピーバースデーを、5月春の風バージョンということでね、最初の方の歌詞を変えただけなんですけど、ね、これ毎月使えるなっていう感じがしたんですけどね、ぜひ歌ってほしい人はですね、コメントください。はい、ニコルさんいつもありがとうございます。おいらちゃんさん、ハッピーバースデーおめでとうございます。この歌春バージョンあったのですね、おーってね作ったんですよ。なんだかすごく何回も聞いた覚えがあります。もう完璧に覚えました。ありがとうございます。いい歌ありがとうございます。ラン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 のとこ最高ですね。いやいやいや、ありがとうございますね。えみんなでこう一緒にね、ラン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 って歌ったら楽しいんだろうなと思いますね。はい、そんな思いを込めて作りました。はい、ありがとうございます。しのさんいつもありがとうございます。ラン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 、この曲大好きです。とても楽しい気分になりますね。あ、そう思っていただけたら嬉しいです。おいらちゃんお誕生日おめでとうございます。皆さんにとっても素敵な1年になりますように。はい、ありがとうございますね。え本当にそうやってね、楽しい気分になっていただけると本当に嬉しいな、作ってよかったなと思いますね。はい、ありがとうございます。みつこさんいつもありがとうございます。こんばんは。去年は、よく聞いてたけど、このハッピーソングで、幸せをいっぱい、運んでくれそうね、運んであげれてたら嬉しいですね。おいらちゃんさんお誕生日おめでとうございます。今夜も素敵な歌声ありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。はい、ちゃちゃさんいつもありがとうございます。おいらちゃん、お誕生日おめでとうございます。オリジナルソングいいですね、ありがとうございます。幸せな気持ちになりました。その言葉嬉しいですね。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそね、そうやっていただ言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。真心さんいつもありがとうございます。おいらちゃんさんお誕生日おめでとうございますね、お祝いありがとうございます。ラウンドスイングさんいつもありがとうございます。おいらちゃんさん誕生日おめでとうございます。最初少し清志郎さん風に聞こえました。すごくいい歌ですね、ありがとうございます。なんといってもですね、その清志郎さんをイメージして作った誕生日ソングなんですよ。はい、なのでモノマネしながら作りましたからね、はい、そういう風に聞こえたら嬉しいですね。はい、ありがとうございます。座布団さんいつもありがとうございます。おいらちゃんおめでとうございます。ラララララに合わせてウォーキング中、ランランララランっていうか ね、なかなか合うよこの曲。あ、いいですね、ぜひぜひ推奨します。はい、ねえ、なんだろうこの曲ってね、口ずさみながら歌ってたら、なんだろうこの曲って聞かれるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。元旦那さんいつもありがとうございます。おいらちゃんさんお誕生日おめでとうございます。ダニーさん、私もそろそろお願いします。6月2日に永遠の嘘をついてくれ、大丈夫ですかとね、頑張って練習します。はい、ね、歌いながら血だらけにならないように気をつけようかなと思います。はい、それではおいらちゃんさん、いつもありがとうございますね。そして誕生日おめでとうございました。谷さん、皆様お祝いコメントありがとうございます。今あいみょんのライブの帰りの新幹線です。
昨日の名古屋は激アツでした。いいですね、羨ましいですね。あいみょん一度は行ってみたい。会場のセンチュリーホールに行く前に、熱田神社に、参拝しました。熱田でいいんですかね、ちょっとよくわからないんであれなんですけども、鳥居を抜けたと同時に空気が変わり、不思議と、暑さは和らぐのが分かりました。神社って本当不思議ですよね。鳥居をくぐるとね、なんかこうひんやりするんですよね。普段はあまり、崇拝してる方ではないですが、年に、数回は、神社仏閣を訪れています。あと何回参拝できるかな。たくさんの病気持ちで、音楽に癒される日々ですね。ぜひたくさんいい歌、聞いて少しでも病気が良くなりますように、祈ってます。まあ僕の歌もね、その力に慣れてたら嬉しいなと思います。はい、頑張ってください。はい、これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。そして改めてお誕生日おめでとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。昨日もですね、スパム扱いのコメントはありませんでしたね。はい、ということであっという間に週末です。明日土曜日ですからね。日曜日はね、バーベキュー大会あります。もうそのバーベキュー大会の準備でとかね、もう楽しみなんですけど、皆さんはどういう週末を過ごされるのでしょうか、ね、天気が良くなるといいですね。はい、どうぞ皆さんも素敵な週末をお過ごしください。それではまた明日。